オープンフォーマットは通常、非営利の標準化団体が管理し、利用が自由で法的な制約がなく、公開されているファイルフォーマットの使用を指す。オープンフォーマットはオープン標準の一部である、プロプライエタリソフトウェアでもフロスでも実装可能である。一方、プロプライエタリフォーマットは特許権や著作権で保護されたファイルフォーマットであり、それをリバースエンジニアリングによって、 相互運用可能にすることについては立場によって様々な考え方がある。オープンフォーマットの目的は法的にも技術的にも将来にわたって長期的なデータへのアクセスを保障することである。また、プロプライエータリフォーマットが競合製品を排除して特定ベンダーが市場を占有するのを助長するのに対して、オープンフォーマットは競争状態のある健全な市場を形成する。 各国政府はオープンフォーマット問題に注目するようになりつつある。オープンフォーマットとフロスの関係は誤解されていることが多い。多くのプロプライエタリソフトウェアがオープンフォーマットを利用しており、同時にフロスであってもプロプライエタリフォーマットを使っている。例えば HTML はワールドワイドウェブで一般に使われているオープンフォーマットのマークアップ言語だが、 マイクロソフトのインターネットエクスプローラーのようなプロプライエタリなブラウザでも使われているし、モジラ・ファイアフォックスのようなフリー、オープンソースのブラウザでも使われている。一方、OpenOffice.org はフリー、オープンソースのオフィススイートだが、オパンドキアメントなどのオープンフォーマットだけでなく、マイクロソフトのプロプライエタリな DOC 形式も扱える。企業によっては、 ファイルフォーマットを公表することで、サードパーティやハードウェアベンダーが、リーダーやライターを開発できるようにし、そのフォーマットの普及を促進させている。例えば、Adobe Systems の PDF や、Microsoft の RTF がある。しかし、プロプライエータリフォーマットの中には何らかの特許によって保護されているものもあり、フリー、オープンソースの実装が妨げられている。 そのようなフォーマットが競争を妨げているという批判もある。ありがとうございます。